今日めっちゃみんなに褒められるんですけど、どういうこと？何も出ないですよ。え、嬉しい。ちょっと待って照れる、ま、何でしたっけ、言葉で操られてるようにはなりたくないですね。雰囲気が違います。どう違います？いつもと変わんないんだけど、私カメラとか変えてないです。全く何にも変化なし。何？なんか違う？そんななんか可愛くなった？声これだけど大丈夫そう？強いて言うなら、あ、ライトは確かにちょっと遠くなったかもしれない。強いて言うなら、今日の夜ご飯が私の一番好きな食べ物だったぐらい。そんぐらいマジで。それかな。今日は確かに清楚風です。いや、いつも清楚だわ。おいおいいつも清楚だわ。この声でいつも清楚だわとか言ってほしくないですよね。やばい、めっちゃ声がサバサはは。今日も可愛いです。だってありがとうございます。白っぽい服、緑、結構最近よく着てるけど。コスタリカじゃない、なんだっけ、クロアチアじゃなくて、あ、全然出てこない。パタグラフ？違う、パタゴニア。パタゴニアはまだ今日着てない。出てこなかった今。コスタリカって言っちゃったし。頭の中サッカーだらけだ。メールって今日届きました？届いてるっぽい。よかった。なんか今日明日がメンテナンスらしいから、今日がもしかしたら夜がなんかわかんないみたいなのを聞いて、一応早めに送ったんですよね。そうそう。え、みんな今日可愛いんだって。私どうしよう、嬉しい。嬉しいと同時に眠たくなってきちゃった。いつも可愛いよ。ありがとう。バンザーイ。
いや本当に何も違うことはない。ハルピョンのおかげで日本がベスト16に行けました、ありがとう。いやいや、私なんてただサッカーすげーって喋ってただけなので全然。こんばんは。そうですね、 PK ね、難しいですね、本当に何とも言えない。うん、でもさ、 FIFA ランキングで言ったらさ倍上らしいですよ、クロアチアって。だから普通に先制できて1対1で引き分けてたことがまずすごいし、普通に考えて、うん、結果としてはね、ベスト8にはいけなかったけど、そうそう、ね、知らなかったんですよ私、前回優勝したって、準優勝か、クロアチアが、知らなくて全然知らなくて。確かにブラジルと対戦してる日本も見たかった、それはそうだね。なんかさ、この目の上にさ、なんかできたかな。え、それてかさ、クロアチアの選手さ、丸々っちみたいな多くてさ、全然わかんないと思ってた。さ、前田とか島田とかそういうことでしょ。なんだ他、神田とか柴田とか、まるまるたみたいな、そういうことでしょ。違う、それは違う違うのかな。そう、橋本、山本、谷本、川本みたいな、そういうことじゃないの。クリスマスの予定は、ファンの皆さんとオンラインお話し会があります。ぜひいっぱいお話ししましょう。あれも考えなきゃ、あれサンタの衣装のやつ、みんなに見せるねって言って見せてないね。と、まるまるちはまるまるをみたいな感じ、あ、そういうこと秋をとか正をとかそういうこと、そういうことか。よしおとか何いるか、みつおとか、あと誰だ、あと誰、何おさんがいます、あと分かんない分かんない、たまごっちとは違うんだ。
みんなたまごっちの世界から出てきた人たちかと思ってたわ。違うのか。これ何？めっちゃ暑い。あ、分かった。今日は何時起きですか？10時ぐらいに起きたかな？うん。11時。10時、11時ぐらい。クロアチアだけ違うゲームしてる。どういうこと？あ、たまごっちしてるってこと。たまごっちしてるやん。トゥ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 。サッカーの推しメンはできましたか？でも本当になんか毎試合全然推しメンは違ったんですけど、昨日はマジで前田さんがずっと走ってて本当に頑張ってて、なんかその前田さんの勝つぞっていう気持ちとかがすっごい伝わってきて、なんかなんて言うんですかね、だからあの時にゴール決めてくれた時マジでうわ報われたと思ったし、このずっと走ってるのがだから本当に嬉しかった。だから昨日はずっと私前田さんって多分言ってたと思うんですけど、その通して押してた前田さんがしっかり決めてくださったのが良かったなと思いました。そうそう、昨日だけあれなんですよね、実はアベマさんで見て、そう普段だったらあのテレビで見てたんですけど、そう実況があるから、でも昨日はまあ、文面での実況はしてたけど一緒に見るっていう実況はなかったから、その本田圭佑さんのそのなんて言うんですかね、実況も聞きたかったので、そうそうそう、アベマで見ようと思ってアベマで見てたんですけど、なんかねめっちゃおもろかった。本当にアベマはなんかちょっとなんかこう止まったりぐるぐるしたりはしてたけど、でもなんか追い出されることはなかったです。うん。誰の牧草？いや誰のってうちのウサギでしかないんだけど。豆の牧草か小麦の牧草がジュースの中に入ってる。いや食べたら食べただ。え、それね、本当にうざいねみたいに言ってましたよね。そう、なんかやっぱさテレビでは絶対さ聞けないじゃないですか。だから多分別にそういうのを気にしてないだろうし本田さんって、きっともうただ普通に
テレビ見てサッカー見てこう自分の感情がちゃんとあらわになってみたいなのがめっちゃおもろいなと思いましたね。うん、本当にやっぱなんかなんて言うんだろう、元チームメイトだったから分かることとかっていうのもなんかあるんだろうなって思いながら、そうそう、うん、面白かったです本当に。だからこうアベマで見れて、アベマで見れたのも日本代表が決勝トーナメント行ってくれたからだし、まあ、別に行ってなくてもアベマで見れたけど、でも4時からだったら多分私実況してたから5時ぐらいにってなったらあれだったじゃないですか。だから普通に多分テレビで見てたけどっていうのもあるので、うん、そうそう、でも思ったのは私たちってこう上から見てるじゃないですかあれを。なのにでもさ、そう選手はさ平面っていうかなんていうの、その横から見てるっていうかじゃないですか。それがすごいなと思って、やっぱ空間認識能力っていうんですか、把握能力なんていうんですかね、私たちは上から見てるから あの選手今空いてるとかわかるけど、とかさ、なんか昨日見たのはクロアチアの選手で、えそっから来てんの見えてたんみたいな、後ろから来てた選手がいて、えそっから来てんの見えてたんみたいな、嘘やんと思ったところにパス出てたりとかしてて、やばーと思いながら見てました本当に、うん普通絶対見えんやんみたいなそうそう、全然顔、日本の選手の顔しか分かんないマジで。日本の選手の顔も全然まだちゃんと把握できてないのに、だから分かりません日本戦以外は見ないんですか、だってってか見ても分かんないみんな同じ顔だからなんかどっちみたいな感じになっちゃうし、そうやっぱなんかどっかの親近感みたいなところはさないとねあれなんですよね。そう親近感から好きになるみたいなあるじゃないですか。だから親近感がゼロだから全員、うん、そうそう、ネイマールやメッシだってネイマールとメッシの顔も分かんないし、本当に申し訳ない。だから私がサッカーをもっと好きになるにはマジで日本の選手にもっともっと頑張ってもらわないともうマジで頑張ってもらったところで言うのもあれなんですけど、これからも
いっぱい試合をその地上波でやったりとかしてもらわないとちょっとサッカー離れしちゃうかもしれない。頑張れ日本、うん、でも普通に終わった後泣きましたね。うんってそう声に出ない涙でした。結構監督イケオジでしたね。だって監督イケオジでした森ぽさん森ぽさんイケオジでした。田中碧選手はめっちゃイケメンです。だって推しのカレピッピさんなんで。なんか今でもツイッターで PK が運論争が出てるじゃないですか。 PK って運なんですか。なんか難しいですよね。まあ確かにこっちがこっちを蹴るかこっちがこっちを蹴るかで変わるから運でもあるかもしれないけど、でもじゃあ左かその運だとしたら左か右だけだけど技術がある選手はもう絶対に届かないような、なんか入ってるか入ってないかみたいなコーナーのところとかも狙うわけじゃないですか。そういうのとかもやっぱ技術は必要だろうなとか思うし、だからまあ運でもあるけど技術でもあるみたいな感じ、だよなと思いました、そう。でもすごいですよね。あれなんか PK でなんか立候補制だったらしくて、絶対私行きたいって言えないですもん、無理だってみたいな。だからあそこで本当に行きますって言った選手マジすげえなと思って、絶対私行けないっすもん、いやもう誰か行ってくれっていう気持ちで絶対いると思います。絶対無理、引きずる引きずる。蹴りたい人から蹴れば監督としてどう、でもだって蹴りたい人が蹴ればいいと思いますよ私は。めっちゃもう蹴りたく、どうしよう蹴りたくないのに蹴らなきゃいけない、蹴りたくないのに自分が蹴れって言われたらうーってなってすっごい弱気になるより、もう自分が蹴ってやるって堂々としてる人の方が絶対かっこいいと思うし、絶対そのなんていうんだろう気持ちって大事だと思うから、うん、絶対それは蹴りたい人が蹴るのが私はねいいと思います。まあそれが別に入る入らないは一旦置いといて、蹴りたいか蹴らないかっていう、
大事じゃない。まあでも自信ないよみたいな、自信ないけどそのめっちゃなんて言うんだろう、めっちゃなんか「もういやお前ならいけるよ」みたいな、でもめっちゃ自信ない人っているじゃないですか世の中には、いっぱい。いや自分なんかみたいな。だからそういう人がそのなんて言うんだろう、いけるように後押しするのも確かに監督の役目だろうと思うし、うん、そりゃそうだとは思います。だから別になんて言うんだろう、その毎回そうやって立候補制がいいみたいなことではないと思いますよ、うん、でも絶対気持ちは大事だと思うから。今日はハルピョンがイケメンに見えます、だって声だろ絶対声だろめっちゃウケる。ライブ MC が立候補制だったらハルピョン、え、しますします、それはします。だって別にそんなライブ MC が自分だったらしますよ立候補世界の本田圭佑なら間違いなく俺に蹴る、え、だからそういう人が蹴ればいいと思います私は。俺が蹴らせろ、うん、絶対気持ちは大事。なあ、堂安さんね、確かにな、堂安さんに PK、 確かに。でもあれですよね、もう引いちゃってましたもんね、うん、だからいや一人目は緊張するって絶対、てか何人目でも緊張するってそれなうん、絶対いけないもん私。南野さんはイケメンだから許す、だって私はじゃあイケメンじゃないから許されないですか？南野さん顔出てこないんだよな。うん。堂安さんはマジで私がよく見てた YouTuber さんにめっちゃ似てるから覚えました顔。で吉田さんも覚えたし。長友さんも覚えたし、でも吉田さんも出ないかもしれないでしょ4年後、悲しい。あと誰、あ、前田、でもどうしよう4年後前田さんめっちゃ髪の毛生やしてたらもう誰みたいな4年間で何があったのみたいなことになっちゃったらどうしよう、やばい
前回大会のオランダの監督は PK 戦のために試合中キーパー変えました。えでも確かになんかキーパーは私の中ではなんていうんですかね、今回のやつでゴンちゃんって思ったけど、でもこれまでやっぱ川島さんの印象が強すぎた。だからやっぱそのベンチとかに川島さんいると、え出ればいいのにとかって思っちゃう。でもそれ以上にマジで権田さんがめっちゃ止めてくれてたから、いろんなボールを。そうそうそう、そうですそうです。4年で髪くらい変わるでしょ。マジで変えないでほしい。そうです、一高があの勝った時は PK の、え誰だっけ、わ名前出てこない、なんかいましたよね、わ名前出てこないやん、一高のゴールキーパーめっちゃ有名だった、あの時。うん、誰だっけ。タゴさんだ。タゴさん。顔全然出てこないけど。はは。うん。なんか消防員、消防士とかになるみたいな話は覚えてるけど違うかな、なんかどっかでなんかサッカーやる、いや消防士ですみたいな、違ったっけ。タゴさん忘れました、ごめんなさい。うん。確かにアイドルが覚えられるまで髪型変えないのと一緒で髪型は重要。確かにそれな。だから私も確かに K の時とかやっぱツインとかよくしたりしますもん。だから昔のあんま昔の AKB ってって言うとあれですけど、でも絶対昔の AKB ってやっぱ前田さんは黒髪ストレートボブだったりとかっていうのあったじゃないですか。ゆうこさんは前髪ありのロング茶髪、まゆさんはハーフツインみたいな、まりこさまさんはショートカット、たかみなさんはあのハーフアップみたいな、絶対あったじゃん基本。だからそれは絶対に強いと思いますね。まあ、もちろんそのドームコンサートとかみんながさ、なんて言うんだろう、ね、そういう AKB のコンサートとかではさ、やっぱあんまりいろんな髪型とかしてたけど、でもやっぱありますよねそういうのって、うん、だから私もなるべくツインをして本当にそういう大きい箱だったりとかは、うん、軽公演も基本ツインテールでしたね、箱大きくないけど別に。そうそう、あんまなんかそうね、エイトって誰かがショートにすると連鎖するイメージ。そうなんですよね。だから私も切ろうかなと思ったタイミングでなんかいっぱいみんなが切ってて、うわやめようって思ったこと何回もあります。本当に、うん、なんでなんですかねあの連鎖って。
いや今は切らないです。なんか切りたいなって思う時もいっぱいあるけど、でもやっぱ何をしててもやっぱ安心するのは自分のツインテールだなって思う時が結構多くて、なんかそれができなくなるのは嫌だし、まあなんかわかんないけど、でもきっとアイドル辞めたら絶対に切るんですよ髪の毛って。今はさいろんな現場でそのメイクさんがやってくださるからいいやと思ってるけど、絶対こんなねめんどくさいじゃないですかそうだから今は切らないけど、アイドル辞めたら絶対切るんで、だから今のうちにこの長さを楽しんでおきたいなって思いました。うん、前田カットそれはしないわ、大丈夫、アイドル辞めても前田カットはしないです前田大然カットそれはしないっすわ、さすがに、うん、そうなってしまったら仕方ないとは思いますけどはい、細胞なんでね、髪も細胞なので、ヘディングしやすいのにいいんですか？いや、ヘディングする機会ないですからねはい、菊池直久さん、ミラボルありがとうございます。ちょっと歌えないのでまた貯めておきます、ありがとう。アルピオンは大前カットになって申してますやばい、それはやばい、めっちゃ見つけやすいけど見つけやすいけどね、明日の髪型はって誰も聞かなくなるそれな、もうメイクさんつかなくなるもんね、顔自分でできるしメイクさんなし、本当に、うん、メイクさんなくていけちゃう
かぶることもない。うん。でもあれできないよ、髪飾りとかつけられないです。どうしよう。接着剤接着剤ですか。関東も今週は急に防寒着を着ている人が増えました。寒いのね。了解。1月並みだって。マジ？1月のどこですか？どこの1月？富山の1月か、東京の1月か、静岡の1月か、北海道の1月か、沖縄の1月か。どこの1月？前田の1月。いやいや、なんやねん。前田大然の1月は何？わからん。明日そんな寒いの？東京。じゃあ明後日も寒いじゃんね。何着てこうかな。あ、明日のレあれ、あの何でしたっけ、配信は、そうだそうだ、明日がね、ちょっと待ってね、明日の予定が昼なのか夜なのか。昼できるかな。うんって思ってます。いるかな。ですね。昼。やばい、最強フェスの振りも起こさなきゃいけない。
夜配信ないとさ、夜がねちょっとねどのくらいの時間に終わるかがまだ分からなくて、そう最強テーブル間違えた、最強フェスのタイムテーブル出たってツイッター見たけど公式情報探せない。なんか送ってくれました、そうファンの子が送ってくれてこの時間だよって、なんか6時半過ぎ、なんかめっちゃ微妙な時間だった、何十七分みたいな、え何それと思っていいいいいいみたいな、いやぴったりにしてくれと思いながらまあちゃんと時間のね何十七分とかに始められるように頑張りたいと思います。はい、7時前には終わった感じでしたよ、エイト自体は18時17分18時17分ですって、うん、めっちゃウケる何それみたいなそうファンの子がすぐ送ってくれて、多分で私もそれを終わったん、その送ってくれたのをそうインスタで送ってくれたんですけど、それを見た後に何で見たのかな、公式ツイッターで見たのかな、ちょっとわかんない、明日は池袋オムライス第2ラウンドするんだけど、池袋と大阪で味が異なるってツイッターになる、そうなの？じゃあそれはもうさ、それはもうさ、じゃあさ池袋も大阪も食べに行かなきゃいけないっすね、オムライス、ははなきゃ、池袋も大阪も、今日透明感あってめっちゃかありがとうございます、うれぴー透明感、まあでもわざわざ大阪の人が池袋に来るくらいなら、まあそれはさ、いけなんか最強フェスがあって行くとかだったらいいけどさ、別に何にも予定ないのに来るぐらいだって、しかも最強フェスってだってさ12日でしょ、もう終わってるしだからそういうのがなく行こうとしてる方々は、あの全然むしろ大阪でその旅費分食べてほしいそのチケット代分交通費分大阪でオムライス食べてほしい予約いらないからよろしくお願いします。てな感じでちょっと私も配信を終わります。ちょっと喉もね心配なので、まだ本調子じゃないので、これで本調子だったらマジやばい。でも喉が痛いとかはマジでなくて、本当にそれは良かったです。熱もない、喉も痛くない、だから良かった。声がガッサガサみたいな本当に前回が8月9月とかだったので、
また3、4ヶ月、4、5ヶ月後に来るかもしれないので、4、5ヶ月後に来ないように気をつけたいと思います。ということで配信終わります。今日は透明感がすごいと言われました。ちょうど8の周年、やだ、絶対やだ。最後さ、この活動休止前最後にさ、こんな声でさ、じゃあ9年間ありがとうございます。やばくない？めっちゃやなんですけど、どうしよう、やだやだ、気をつけます。気をつけます、より一層気をつけます。ということでランキングいきます。1位菊池直久さん、ありがとうございます。2位マックミックさん、ありがとうございます。3位翔ちゃん、あと7レンジャーさん、ありがとうございます。4位ベベモンさん、ありがとうございます。5位山内さん、ありがとうございます。6位レクサーあとピョンドさん、ありがとうございます。7位カーあとピョンドさん、ありがとうございます。8位ツッチーさん、ありがとうございます。9位マジー、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位マー君、間違えた、11位ヒーローさん、ありがとうございます。12位マー君さん、ありがとうございます。13位竹蔵さんありがとうございます。すいません、あ、むしろこの声でも喋れますよ。本日のラッキー88位は竹さんです。ありがとうございます。どっちで喋るのが楽なんだろう。まあ、どっちで喋ってもね、嫌なんですけど、頑張って早めに、ゆっくりだけどしっかり早く直したいなと思います。でもね、喉シューってやつは、そう、ちゃんとママがくれて、私のやつはね、ちゃんちに忘れてきたので、ママがこの間くれて、それシューってやりました。大丈夫です。ということで、それではありがとうございました。お、待って、5000人超えてる、すごい。最後にキャッチフレーズをじゃあして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5115人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表はるぴょんこと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。それではバイバーイ。おやすみなさい。ありがとう、ぴょんムービー。あ、そう、なんかぴょんムービーの総集編だったりとか、ツイッターにいっぱい載っけたので、そちらもぜひ見てください。おやすみ。バイバーイ。